はい、皆さんこんにちは、村田です。クラウドファンディングサイトグリーンファンディングでなんと1億9000万以上ね集めた話題の骨伝導イヤホン、こちらオープンランプロをレビューしていきます。骨伝導イヤホンってすごくね快適なんだけれども、音質がねあんまり良くないっていうイメージ持たれている方多いのではないでしょうか。でもね、このオープンランプロめちゃめちゃ音がいいんです。今まで僕が試してきた骨伝導イヤホン史上最も音質がいいと言っても過言ではないです。骨伝導イヤホンって運動用だけとね思いきや、全然音楽視聴用として十分機能できるような音質のレベルを誇っています。音質だけではなくて通話品質もめちゃめちゃ良くて、テレワーク、ウェブ会議にもね十分使えるようなスペックを持っていました。交通事情を把握しながら安全にランニングがしたい人、テレワークで使えるウェブ会議用のイヤホンを探している人、長時間でも耳が痛くないようにしたい人、子育て中のパパとかママとか自宅でねながら使いしたい人、パソコン仕事をしながら生活を耳に取り入れたいビジネスパーソンの人、そういった人におすすめしたい骨伝導イヤホンです。それではレビューに行きましょう。イントロ。ショックスから出ているオープンランプロ、中身を見ていきましょう。同梱物はこんな感じ。開けてみると、ハードケースと、あと、ま、取説とかね、があります。で、こっちも開けてみますと。ということで、本体と、充電のね、専用ケーブルが入ってます。連続再生時間は最大で、10時間。待機時間は最大10日間となります。専用の充電ケーブルを使って、約1時間でフル充電することができます。充電するときには、こちらのパチッとマグネットのタイプになっていて、約ね、5分間の充電で 1.5 時間ぐらいの再生ができる急速充電にも対応しています。骨伝導イヤホン本体は約 29g ということで、すっごく軽くてコンパクトです。ネックバンド部分はこんな感じで、ぐにゃーっとね、曲げることもできます。専用のハードケースがくっついていて、中を開けると、イヤホン本体と充電ケーブルをセットにして持ち歩くことができます。ファスナー付きで外に漏れることもありません。割と薄型なのでカバンの隙間にも入れることができます。装着するとこんな感じです。こめかみのね下、耳の隣のねあたりに振動する部分がそっと添えられていて、ホールドしてくれます。押し付けられてる感覚がなくてすごく快適ですね。それでいて頭をねこんな感じで振っても全然ずれることもありません。装着感の心地よさというか、つけてることを忘れてしまうような軽さは抜きに出ていると思います。朝仕事を始めてからずっとつけていても、顔にね触れている部分が痛くなったりとかストレスに感じることもほとんどありませんでした。だからといって快適すぎて耳元からねこう動くようなこともなかったので、自転車だとかランニングだとか動きを伴うようなシチュエーションであっても活躍してくれると思います。耳にかかる部分がスッキリしているので、メガネとの相性もそれほど悪いわけではありません。防水防塵規格は IP55 のスペックがあって、野外での雨だったりランニング中の汗にも十分耐えられます。さらっとしたねシリコンっぽい質感をしているので、汗をかいてベタつくこともありませんでした。左右にはボタンがくっついていて、左にマルチファンクションボタン、右の方にプラスマイナスのボタンが設置されています。ボタンがね比較的大きめなので押しやすくて良かったですね。左のマルチファンクションボタンでは1回押して音楽の再生停止、かかってきた電話を受けることもできます。さらに2回押して曲送り、3回押して曲戻しができます。そして右のプラスマイナスボタンから音量調整が可能です。電車とかバスに乗っている時に電話がかかってくることありますよね。マルチファンクションボタンを2秒長押しすると着信拒否もできるのでおすすめです。スマホとの接続には Bluetooth 5.1 に対応していますので、そちらでね安定した、接続ができました。屋外での音飛びも少なくてとても安定していましたね。マルチポイント接続に対応しているのもすっごく便利でした。iPhone とパソコンの両方にね、このオープンランプロを Bluetooth 接続しておけば、どちらかの音楽を再生している時に、手間なくスムーズに移行することができます。例えば、テレワーク中に音楽再生をね、iPhone からしていて、で、パソコンの方でちょっと動画が見たいなっていう時には、こちらの iPhone の音楽を停止して、そうすると、こちらにメインの接続が切り替わって、こちらのね、動画を再生するということで、iPhone からパソコンへのスムーズな移行ができます。続いて音質です。音質面に関してはね、ここまで進化しているのかと感じるくらい良かったですね。少なくとも僕が体験してきた骨伝導イヤホンの中でもぶっちぎりで一番でした。メーカーさんが力を入れている低域、これが特に良くて、15
重厚感のある低音を強化しているんですね。低音を強めようっていう強さではなくて、深みを感じて量感のある低音が頭のこう周囲でしっかりこう鳴ってる印象です。スカスカな感じもなくて、ぼやっとこもった感じもかなり抑えられています。力強さがナチュラルに響く印象ですね。重ためのベースだったりパンチのあるキックなんかもズンズン鳴らしてくれるんです。しっかり芯のある低音がありつつも、そこにボーカルや高めの音域まで埋もれることなくバランスが取られています。ボーカルの歌声もくっきりね、音の輪郭も感じさせてくれて、見通しの良い立体的なサウンドが広がるんです。耳がね、やっぱり開いているせいか、耳元だけで鳴っている通常のイヤホンとは違って、閉塞感のないこう開放的な気持ちよさみたいなものも感じます。ちなみにアプリからスタンダードモードとボーカルモードの2種類のイコライザーが選択できるようになっています。ボーカルモードにすると歌声が前に出るようになるんですけれども、後ろの楽器がもやっとしてしまいます。なので僕は基本スタンダードモードでいいかなと思いますね。低音域のパワフルさに強みがあるので、運動中ならヒップホップとか EDM とかおすすめですね。テレワーク中の BGM としてね、ポップスとかソウルなんか全然いけるくらいの音質がありました。音楽視聴にこだわりがある場合は別ですけれども、まあ、個人的にね、ながら聞きっていうことではなくて、音楽視聴用のイヤホンとして使えるレベルだと思います。音漏れに関してはですね、前のシリーズから抑えられているようには感じますけれども、それでもやっぱり多少は音漏れしてしまいますね。まあどうしてもね、漏れてしまうことは避けられないので、電車とかバスとかそういった公共の乗り物に乗るときには注意が必要です。周囲の迷惑にならないように、音量を上げすぎないようマナーを守って使ってください。通話品質に関しては、こちらのオープンランプロ、デュアルノイズキャンセリングマイクが搭載されていて、周りの環境音をカットしてくれる機能がついているんです。実際僕がパソコンに接続してウェブ会議で使ってみたり、逆にね、会議相手に使ってもらって検証してみました。結論、めちゃくちゃクリアな音声のやり取りができましたね。自宅にいながらでも、換気扇の音だったり、近所を走るね、車の走行音だったり、そういったものもぐっと抑えられます。オフィスで使っている時には、周りでね、仕事をしているスタッフの話し声だとか物音だとか、そういったものも低減してくれるんです。骨伝導イヤホンをつけている装着者の声を明瞭に届けてくれましたね。反対に通話相手の声に関してももごもごせずにくっきりと聞こえるんです。会議中に聞こえにくいこともなくて、快適な通話を実現しているので、ウェブ会議用イヤホンとしてもかなり重宝しました。その一方で、屋外で通話用イヤホンとして使うには注意が必要です。街中のガヤガヤした騒音だったりとか、自転車、自動車の、走っている走行音だとか、そういったものがもろに耳に入るんですね。なので通話相手の声が聞こえにくくなってしまうので、外で通話するにはやはり耳を塞ぐ一般的なイヤホンをお勧めしたいと思います。はい、ということでショックスから発売された大注目の骨伝導イヤホン、オープンランプロをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱり骨伝導イヤホンは耳を塞がないので、体にね、負担をかけることなく長時間ね、利用できるメリットがあります。ただその一方で、音質に不満がある人も少なくないでしょう。まあそういった人に関して、この音質をね、重視したい、だけど快適な装着感を味わいたいっていう人にめちゃめちゃおすすめだと思います。まあハイエンドイヤホンに比べると音質はね、そこまでないかもしれませんが、十分音楽視聴用のイヤホンとして使えるレベルでした。ぶっちぎりで僕史上一番の音質を誇る骨伝導イヤホンです。詳細は動画の概要欄に商品ページのリンク入っていますので、そちらからチェックしてみてください。そしてこの動画参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。